谷尾ついの死死から百八十九年七月十八日は、江戸時代後期の土佐藩士、最年少の早小大氏、谷しげの弟、谷盾の養子、1五位、早小大、谷おついの死師、山地忠七、中列、谷官兵衛、谷盾木、山田清連、吉本平之助幸を、後列、片岡健吉、真鍋正清、 西山栄、北村重より、別府被告老1858年、土佐藩上司、谷重政の三男として、土佐国に生まれる。実長兄は、谷茂木、自治兄は、谷重中。弟は、谷流水。1868年、最年少の11歳にして、志願して、兄、谷茂木らと共に、土佐藩春小隊に加わり、母親戦争に従軍する。 板垣大介ら春正隊の幹部たちと一緒に撮った幕末の写真が有名。1870年2月27日、土佐藩主、山内豊藩の時代、東京で学問修行を仰せつけられ、さらに横を仰せつけられ、ノテレス船の五千便次第、出発するよう命ぜられる。同年4月6日、来たる27日より、裏戸通より、乗船仰せつけられる。 同年7月13日、谷家の分家で、谷家、家の第二代目にあたる谷盾の養子となる。後十五位に助せられる。旧薩摩藩士、村田常義男爵の長女と婚姻する。1881年8月1日、着男、谷義一が生まれる。1889年7月18日、生居。去年32歳。墓は、 高知の熊山の谷家大々墓地にある。ありがとうございます。